はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血液がんでちまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん歯磨きってね、歯の表面を磨きますけどね、歯と歯の隙間とかね、歯と歯茎の隙間とか磨くでしょう。痛いんですよ、めっちゃ痛いんです最近。でそのまあ白血病でね、抗がん剤を経て骨髄移植をした人間としてね、まあ、これまでの症状を伝えてきましたけども、退院してからね、こんな症状がね長続きしているのはね、本当にね口の中の症状だけなんですよ。まあ、続いてるっていうのも、まあ、山あり谷ありあるんですけども、症状にはね。まあ、いけてる時はいけてるんですけど、まあ、痛くない時は痛いんですけどっていう意味なんですけども、まあ、いけてない時は本当にいけてないんですわ。で、今はいけてない状態なんです。で、そんな症状なんですけどもね、なんでこんなことが起こってるのかをね、ちょっと軽く説明させていただきますね。そのね、白血病や悪性リンパ腫などといったね、血液のがんと言われるね、病気をするとですね、まあ、治療のためにね、抗がん剤、放射線照射をします。で、抗がん剤やね、放射線照射でね、血液細胞のがん化をしてしまったね、血液細胞をね、死滅させます。でそしてね、死滅を確認するにはですね、その時点で血液中のがん細胞の数をね、ちょっと数えるんですけども、ある一定の数値以下になる、その寛解という状態になることをね、目的にそういったね、抗がん剤やったり、その放射線照射をねします。でしかしね、その血液中のがん細胞というのがね、また性格が悪くてですね、本来なら役目を終えた正常のね、赤血球や白血球やね、血小板やリンパ球といったね、正常の血液細胞というのはですね、まあ、一度はなくなって、また生まれ変わって、大体その一定の量で保たれて、体に機能してくれてるんですよ。ちゃんとね、働いてくれてるんですけども、その性格の悪いがん細胞というのはですね、何の役にも立たずにですね、時間が経ってもなくなりもせず、ずっと居座り続けて、細胞なんでね、細胞分裂を繰り返しよるんですわ。で、どんどん増殖してるんです。そしてそんな細胞分裂を繰り返した血液中のがん細胞というのはね、体中でほんまに増え続けてしまって、この正常なね、血液細胞である、先ほども言いました、赤血球や白血球やね、血小板やとリンパ球がですね、ちゃんと役目を果たす場所がなくなってきて、機能しなくなってしまいます。で、そしてそんな状態ではね、命に関わるので、ですぐに緊急入院をして抗がん剤や放射線照射といった治療をするんですけども、そして先ほども言いましたと、一定の量以下になる寛解の状態を維持して、その状態を確認するために、その時のがん細胞の数を数えます。先ほども言いましたね、これはね。でそしてその寛解の状態を長い時間かけて維持していくために、何回も抗がん剤を繰り返し行います。で1回の抗がん剤で寛解の状態に入って維持できる患者さんもいれば、何回も何回も抗がん剤をしなければいけない患者さんもいます。まあ僕はそんな感じだったんですけども。そしてその抗がん剤放射線照射での治療で、がん細胞を死滅しきれない状態が続いてしまって、回復の見込みが、ね、ない場合はですね、骨髄移植、末梢血管細胞移植、再帯血移植というね、造血管細胞移植というのをする場合があります。でそしてそのね、移植をする際に伴うね、GVHD、移植変態縮小病というね、わかりやすく言うと、まあ副作用なんですよ。その移植で起こる副作用なんですけども、その副作用を抑えるために、免疫抑制剤というのを飲みます。免疫抑制剤っていうのは、これがまたね、厄介でですね、硬いものを柔らかくする性質を持ってます。でその影響は、骨と歯に影響が出てきたりします。まあ、骨に影響が出てきたらね、その骨粗鬆症とかね、大腿骨粗鬆症とかっていうね、大腿骨の骨とね、骨盤をつないでるところの骨がね、壊死してしまう病気になったりとか、で、その今の僕のようにですね、歯が柔らかくなって溶けやすくなってきて、虫歯になりやすかったりとか、で病気する前にこの治療してたはずのね、歯にする詰め物がですね、これポロッと出てきたりします。でそんな歯の状態が続いてるんです。僕はそのこの前もね、この机でね、こう頬杖をついててね、こうしばらくするとですね、だんだんこう手も肘も痛くなってくるでしょ。そのこれを見てるか知らんですけどね、こうじわじわ歯が痛くなってくるんですよ。でその頬杖をやめると、こう痛くなった歯がね、こうなんかピシピシってこう音を立ててね、動いてるような感覚になるんです。そのまま歯抜けるんちゃうかなと思うぐらいですよ、本当に。実際のね、その歯をね、この
あーってこう触ってみたらね、ほんまグラグラとね動いてるんです。まあ、動くような感覚だけなのかもしれませんけども、まあそんな感じなんですわ。なので歯磨きするだけでもね、後からそんな痛みがね押し寄せてくるんです。ほんまになんか微妙な感じで歯磨きもしたくなくなるぐらいなんですよ、本当にね。でね、その歯磨きによってね、その痛みがね出てきたので本当に初めてなことなので、もう歯茎がゆるゆるになってほんまに歯全部抜けるんちゃうかなと思うぐらいです。初めてのことなんですけども、まあ今後ね、その山あり谷ありやと思うんです。これもね、今現時点で痛くないんですよ。でも午前中痛かったんですよ、朝起きた時とかね。それ、まあ、夜中に歯磨きして朝起きて痛かったし、で朝ごはん食べて歯磨きするでしょ。で そこからしばらく痛かったんですよ。でまた昼ごはん食べたんで、さっき歯磨きするでしょ。でしばらく痛かったし、でも今は痛くないんです。だからまあ動画撮れてるんですけども、そんな感じで山あり谷ありがあると思うんですよ。でもそうやってね、歯磨きするたびに痛いからね、ほんまに歯磨きもしたくないな、何も食べたくないなと思うんですけど、それやったらちょっと体がね弱くなってしまうんでね、まあ、そうはいかんので、まあ頑張って歯磨きもするんですけども、まあね、その白血病でね、抗がん剤とね、骨髄移植をしてからね、免疫抑制剤を飲んでるとね、こんな症状も出る場合がありますよっていうお話でした。ね、あの同じようにね、悩んでる方もね、中にはいてると思います。まあいろんなね、悩みが出てくると思うんですよ。でも、まあ、僕のこういう経験もね、まあ、一部としてね、皆さんちょっと心の片隅に、頭の片隅に入れておいてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。